グロッケンシュピール、奥はアンティークシンバルグロッケンシュピールベルリラ。グロッケンシュピールは金属製の音板を持つ鍵盤打楽器で鉄筋の一種である。譜面上の略記はグロック、グロキン、GLSP が用いられる。日本でグロッケンシュピールといった場合、コンサート用の鉄筋を指すことが通例である。クロッケンシュピールの起源はドイツで、ドイツ語でグロッケンシュピールは グロッケンが金、シュピールが一式や演奏という意味である。鉄筋のように音盤を並べたものでなく、金を並べたものや、それを用いた仕掛け時計を表すこともある。英語式にオーケストラベル、ベルと呼ぶことがある。グロッケンシュピールには、ピアノのような鍵盤が取り付けられたものがあり、この楽器は、ピアノと同じ奏法で演奏することができる。鍵盤付きグロッケンシュピール。 鍵盤型グロッケンシュピールなどと呼ばれる。銃でティンバースと書かれていても、鍵盤付きグロッケンシュピールを想定した作曲家もいる。マーチング等で用いられるベルリラは、グロッケンシュピールの一種とされる。ベルズと略記すると、チューブラーベルと混同することがあるため注意が必要な場合がある。音盤は、共鳴箱を兼ねた箱に収められるが、箱を使わずに共鳴管の上に並べられる。 通常スタンドにセットされ、通例立層のスタイルで演奏される。音域は F57C88 の2オクターブ半が基本であり、各メーカーが音域を拡張した製品を販売している。大型のものでは C52F93 の3オクターブ半の音域を持つ楽器もある。普通、楽譜には2オクターブ低く書かれるため、渡る高楽器に分類される。 大型の楽器の中には、ビブラホンのようなペダル式のダンパー機構を備えているものがある。このような楽器は演奏の自由度の高さから少しずつ普及し始めている。楽器の価格帯や持ち運びの不便さ、ボックス型との音色の違いなどからボックス型にこだわる奏者もいる。また、ボックス型の楽器の中にも、手で操作するタイプのダンパー機構が備えられている楽器も存在する。 こういったダンパー機構を備えていない楽器では手でミュートすることで音の長さをコントロールする。一般的には音盤を2本のマレットで叩くことで演奏するが3本以上のマレットを使う場合やそれ以外のもので演奏する場合もある。マレットのヘッドの材質は真鍮やアルミニウムなどの金属やプラスチックなどが一般的であり曲奏によって 適切なマレットを選定する必要がある。マレット以外で演奏する奏法として、音盤の円を弦楽器の弓で弾く奏法が挙げられる。ありがとうございます。